ピーンと来たっすよ。でも泣いてる大人を見るのも初めてだったから。当時 WBC の大会に一応先輩と一緒に出た、あれが一番のきっかけでしたね。日本からメジャー行く選手には絶対メジャー契約に行きなさいとは言ってます。ドラフト、ダイエーが4位で指名するんすよ。テストどころじゃない、テストどころじゃないびっくり。親父おふくろは肉屋で大学資金貯めてたのに、逆に契約金3000万入ってきた。親孝行だから、もうみんなびっくり。当時のドラフトの時は今でも覚えてますよ。びっくりしましたよ。僕は練習してたんですよ、大学のために。テストのために大学のセレクション用で練習してたら、グランドに、鹿児島工業のグランドにありえもしない車が、テレビ局の車がバーン入ってきて、取材が、何が起きたかって、監督が、当時の僕の高校の監督、バンド行くなとか、1年生が使うと、監督が泣きながら僕のところに走ってきて、僕にハグして、お前かかったぞって言うんすよ、ピーンと来たっすよ。でも泣いてる大人を見るのも初めてだったから、あ、おかしいなと思ったんだけど、かかったぞで、うわー、車来てるから、それかって、早く着替えろって、着替えて校長室に、うちはプロ野球選手どうしたらいいか分かんないから、校長室だって、校長室にバッ行ったんですよ、グラウンドの、もうその時にライトピシッ入った瞬間、僕は帽子の肩つくけど真っ白だった。校長室が、まあ、さそうだね、初めて校長室も行ったのもありましたけど、校長室あるけどね、職員さんそう、校長室初めて、人生で一番最初の、まあ、はい、その後いっぱいあるんだろうけど、最初の一番大きい出来事、ね、大きい出来事でしたね。18歳の川崎宗則が、ね、本当に川崎健にとってもそうでしたし、僕にとってももう予想がしてなかったことが起きましたよね。球団なんか分からなかったです、どこが来たのか。プロ野球選手から、プロ野球の球団が失望したっていうのが分かったんですよ。行って当時の記者の質問からで、ダイエーホークス、あ、ダイエーが指名してくれたんだと。でもダイエーって、まあ、そっからガーっていくちょうどいいタイミングですよね、はい、です。初年度優勝した年だったんですよ、うん、初めて優勝した1999年、城島先輩いたり、工藤さんがいたり、そうだね、そういう方たちがみんなでやった、優勝したその年のドラフトなんで、99年だね、はい、王さんの時だよね、王さん、あ、うわーってなって、それがもうタイミング的にはもうバッチリだね。バッチリですね。バッチリというか、まあ、チームは強かったですね。ショート当時誰だったの？当時は井口先輩、浜田先輩、井口、鳥越先輩、井口はセカンドで、浜田っていうイメージなんとなくあるね。千尋さん、はい、そうです。上手だったよね、彼もね、守備がね、はい、当時湯上谷さんがいたり、湯上谷いたりすごくね、当時僕が入った年は、先輩たちはもの、僕が高校、中学校入った時先輩大きいと思ったら、高校入ったらまあ大きい、プロ入ったら、岡崎さん、わかりますよね。そう、高校からプロに入った時、もう本当に、高校の時はまあそこそこ町内会じゃ振動って呼ばれてて、自分より上手い人はあんまり見たことない。いやいや、もう本当、僕もプロ入った時でも、もちろん、最初2軍のキャンプ、はい、2軍のキャンプでも、みんな自分より上手なんです。岡崎さんも思ったんですか？いや、もう、すごいよな。だけど、1年目ウエスタンとはいえ3割っていう打率を打ってんじゃん、ね、俺なんか1割9分ぐらい、2割打てなかったよ。エラー20個ぐらい、60試合でイースタンリーグで、もう全然違うの、もうレベルが。分かるな。でも1年目からそれぐらい打ってるっていうことは、そこそこスピード感はあったんだよね。いやー、もう本当に当時初めて教えてもらったのがプロ野球選手になってからなんですよね。岡崎さんもそうだと思うんですよ。まあ、そうですね、ですよね、うん、その時のコーチ陣、2軍の時のコーチ陣がつきっきり教えてくれたことがものすごく吸収。え、バットってこう、まず岡崎さん、スライディングパンツを履いたことなかったんですよ。僕スライディングパンツ履いたことなかったんですよ。僕いつもトランクスで1試合で終わって、高校の時そのまま脱いで学ラン着て、そのまま街に遊びに行ってたんですよ。へえ、まあ、そういう高校だったんですかね。コーチ、2軍監督誰ですか？当時は古賀さん、ハイディ古賀、古賀さん、ああ古賀さんね、千秋さん、佐田岡千秋さん、ああ佐田岡さんね、もうこの2人にものすごく鍛えられまして、あ、いいね、でスライディングパンツの履き方を教えてもらったり、カップなんかもつけた、何ですかこれはって、カップつけた時ここ内転筋痛くて食い込んで慣れるまで、だからいつも取ってたら、お前つけとけやなきゃ死ぬぞって言われてそう
いつもよく怒られてた。僕もよく怒られた。そのおかげで今は癖がついて、今大丈夫、今大丈夫になっちゃって、うん、でもおかげさんもそうですよね。カッププロ野球、野球やる上でこんないろんなことがあるんだとか、ないない、プロに入って初めて教えてもらうじゃないですか。ないないない、当時は本当に18歳の時に古賀さん、佐田岡さんに鍛えられました。早かったよね、意外4年目ぐらいから1軍に。そうですね、まあ、2年目とか3年目はちょっと1軍っていうか、4年目から完全に1軍でレギュラーじゃない。すげえ早いと思う、大学4年生だからね。そうですよね、うん、なので当時僕はドラフト4位で指名されて、うん、1年間でクビになると思いました。岡崎さん、僕を、岡崎さんも入った時にすごいと思って、巨人の先輩ちもと、しかも呼び入り巨人軍だからもっとすごいと思うんですよ。いやいや、それは一緒だと思うんだけど、もう全然違った。で当時は入れ替えとかあんまりなかったですね。今1軍と2軍の入れ替えってもう頻繁にあるありますね。もう当時なんか野手なんかね、年間に1人とか2人しよ、それも怪我人が出た時だけ。もう全然1軍と2軍のレベルが違うから、その2軍の中でも底辺にいるから、もう本当に2、3年で大分帰るんだろうなと思ってた、真面目に。だから本当に岡崎先輩をいつも思うのも、僕と本当に境遇似てるし、うん、九州人だし、やっぱりそのドラフトでもちゃんと差がありますよね、上位の人たちと、ね、俺も一応3位だったんだけどやっぱり1位と2位は、ね、で違いますよ ね、 ね、うん、なのでまあそういうのもあったし、逆に僕がその環境が良くて。当時1位は誰？1位は立命館大学の田中壮司さんというピッチャーの方だった。田中さん、ね、はい、田中さん、うん、で2位が日通から行った社会人の即戦力のピッチャー広田さんって。広田さん、はい、3位が的場さんってキャッチャーの的場さん、はい、うん、4位、4位だったんですよ僕が、うん、という5人、5人ドラフトされて4位が僕で、うん、5位も僕の一つ上の先輩田中瑞希さんっていう内野手の方がいて、まあ、僕よりみんな年上だったんですけども、でも一番やっぱり出世頭で。スカウト誰？スカウトはですね、あの小川さんなんですよ。あ、小川さん、あの小川さん、はい、今二軍監督、三軍監督されてるね。はい、さすが小川さん、すげえよ。小川さんは今たくさん千賀とか甲斐とか育成の選手を挙げたんです。僕が多分走りだと思うんですよ、うん、僕をが、まあ、育成みたいなもんだったんですよ、鹿児島工業の当時は。その誰も知らない、まあ、高校生一人ぐらい届けみたいな感じかもしれないよね最初は。それで小川さんが、まあ、走りで小川さんがスカウトしてくれて、小川さんはそのままやっぱりそうですよね、そういうスカウト力を発揮して、 そうそのまま二軍監督にスカウトからなられた人だし、そうそうそう、なので当時の小川さんにいつも聞くんですよね、うん、それも僕の YouTube でも撮ったことあるんですよ、うん、なんで撮ったんですか。で小川さん、いや見えたと言うんだけど、見えた、将来像が見えた、見えた、でも見えたんだよ多分。俺がスカウトでも多分撮ってると思う。いやいや、2位ぐらいで、2位ぐらいで俺見えたかもしれない。いやいや、でも本当にね、うん、スカウトの人たちはすごいね。この岡崎さんのチャンネル見てる人でもどこで見てるかわからない、いつも子供たちには言うんですよ、うん、甲子園行ってなくても日々の練習見てると、そういうの大事だなよっていうことを話しますけど、本当にだから当時僕はスカウトの人に小川さんにも感謝しますよね。でもやっぱり出会いとかそのタイミングとか、まあ、もちろんコーチとの出会い、最初はまあスカウトとの出会いで、コーチとの出会い、まあ、人との出会い、いろんなものでやっぱり自分がこう引っ張られるようなところがあるよね。自分だけの力でいけるわけじゃなくて、本当そうです。でも俺そこから川崎宗則っていう選手がソフトバンクのショートになって、もう若いんだけどチームリーダーで、やっぱショートというポジション的にね、3年4年5年6年ぐらいレギュラーなって、これからもうずっとソフトバンクを支えていくのかなって思った時に、まあ申し訳ないんだけどものすごい給料もらってたね。まあ本当かどうかわからない、聞くところに。それを捨てて、捨ててっていう言い方どうかな、メジャーにバンって挑戦、2011年かな、僕はあの時多分一軍のヘッドコーチしてる年だと思うんだけど、バンって言ったじゃん。あれはちょっとすごいなんか出来事だった、他のチームにいながら。うん、そうですね。あ、まだまだそのメジャーに野手が、まあ、一郎さんは、一郎とか松井はいたけど、まだ野手がこう、ピッチャーはなんか野茂さんとかちょいちょいいたんだけど、そういう時期じゃなかったじゃん、うん、しかもバリバリのレギュラーで、まだ年齢的にも若かったよね。そうですね、20代後半でちょうどいいでしたよね、選手会長をやってたし、ね、こっからっていう時に
あの決断はどこをまたこう、うん、いろんな血が出てきたの。そうですよ、もう岡田さんもいろんな血がこのチャンネルを、ね、現状で満足しない、ね、やっぱりバスケ行ったりバンド行ったりいろんなことをしてるじゃないですか。あ、だからこそ僕11年ソフトバンク、うん、ダイエーからお世話で11年お世話になったんですよ、プレーして。もう環境を変えたいなと思う。でも11年よく持ったね。持ったある意味、ね、初めて11年、いつも大体 2,3 年、ね、2,3 年だったのにバンド行っていろんなことしてる。でも当時 WBC の大会にイチロー先輩と一緒に出た、あれが一番のきっかけでしたね。2006年があの僕にとってはものすごく大きな年でした。 WBC1 回目、この時にまあもちろんアメリカの球場で初めて王さんの時、王さんからお前行けって言われて、はいってもう言うしかないじゃないですか。当時日の丸背負うとかイメージなんかしたことない。だホークスのショートでいっぱいいっぱいなのに、オフ3月に日本代表試合出ろって言われて、はいって当時王さんがこんな目ん玉でビャー言ってあるから、はいって言うしかない。よかったよ、言うしかない、言うしかない、怖いですよ。でもその大会のきっかけですね、大きかったですね。やっぱ球場見てっていうのはある。ありますよ。俺も2005年に1回野球留学としてヤンキースの傘下でやらせてもらったことあるんだけど、ああ言い方悪いんだけど、日本の選手にこの球場を見せたくねえなと思った。なあ、あれを見るとやっぱ行きたくなるよ。でシアトルを選んだのは、シアトルを選んだのは本当に僕が左バッターに変えたきっかけのイチロー先輩と一緒にプレーしたいなと、うん、でもシアトルしか頭なかったの。なかったっす。メジャーイコールシアトル、他のチームのオファーとかも全く受け付けない。全く受けない。シアトル一本、はい、はあ、だから僕は行きた、自分で初めて FA フリーエージェントっていう立場なんで、フリーエージェントっていうのはフリーなんですよ、自由。やっとで僕が野球選手としてもそうだし、社会人として初めて職業を選べる、うん、初めて選ぶのが29歳。僕らもね、岡崎先輩もそうだけど、ドラフトって選べないじゃないですか。そうだね、ドラフトはね、勝手に就職決められた、うん、でも次は初めて僕が自分で行きたいとこ行こうと思ったのが、うんうん、シアトルマリナーズに行きたい。へー、それで自分でシアトルマリナーズに応募したっていう感じですね。しかしシアトルマリナーズは、いやメジャー契約はいいから、いらないから、マイナーならいいよ、あ、生かしてありがとうございますっていうことです。へー、ちょっとマイナー契約、まあ、マイナー契約だってね、実力があったらメジャー契約変わっていけるんだからね。ただ契約社会なんで、非常にそのマイナー契約っていうのは非常にこれからネックになりますよね。代理人たちがなかなかマイナー契約で一回押すと、次からはマイナーでいいんだろこいつはっていうので、なるほどね、ちゃんとマイナー契約をちゃんと僕も5年間全うしましたけども、だから日本からメジャー行く選手には絶対メジャー契約で行きなさいとは言ってます。僕のやり方は良くない、契約社会だからね。そう、契約社会で打席数もマイナー契約で弱いんです、うん、そういうのも何も知らなかった。当時10年前、10年前は何も知らず、ただただ自分で行きたかった。で僕みたいな考えの人はみんなそうじゃないじゃないですか、うん、試合メジャーで結果出したい、大谷選手、イチロー選手みたいに、そういう選手はやっぱメジャー契約をしっかり勝ち取って、うん、っていう話ですよね。